はい、どうも。おはようございます。今日からこれをやっちゃうからね。私の名前をちょっと読んでみてもらっていい？経営塾ふ。経営塾風ですよ。風なんで、経営塾風。経営塾ふ。ちょっとね、知り合いにいかがわしい経営塾やってたやつがいて、ちょっとあれはけしからんなと思ったんで、工夫がね、ちょっと工夫な、ちょっと経営についてのお勉強を教えてってあげようかなという、そういうコーナーですね。そういうコーナーをやってっちゃうからね、これ、もいやー、楽しいですね。う。で、今日はですね、まあちょっとこれまでも、ちょっと経営塾風じゃないけど、数日間 N 沢にはいろんなことをちょっとね、工夫がレクチャーしといてあげたんだけど、その中で今日はちょっと、プロダクトアウトとマーケットインっちゅうのをね、ちょっと今回はテーマにちょっとやってみようかなという。プロダクトアウトとマーケットインですね。さっきなんか、インサイドアウトと間違えてたけど、それは車、コーナリングの仕方がね。ちょっと間違えました。で、プロダクトアウトとマーケティングは分かりますか？エルザオ。プロダクト分かアウりまトすか？は、プロダクトアウトは、商品なんで、商品より、商品で、商品のことばっか考えてるみたいな。ああ。で、マーケットイン。マーケットインは、要は市場を見て、この自分のやってる市場を見て、どういうことやっていくかみたいな。顧客寄りみたいな。簡単に言うとですよ。プロダクトアウトは自己中なんですよ。なるほど。自己中。自分のことばっか考えてるんですよ。ってなると、マーケットインは何ですか？そう、利他の心的なやつですか。利他の心。これ顧客中心、お客様中心。ああ、いいんじゃないですか。お客様中心。なるほど。だ、N 沢がはい。カレー食いたいなと思ってるわけですよ。あれ、はい。N 沢を今主人公として考えた場合ね。はい。で、工夫がラーメン食いたいと思ってるわけですよ。強引に N 沢がカレーを食いに行ったらプロダクトアウトです。なるほど。でも N 沢が諦めて、じゃあ工夫がラーメン食いたいんだったらラーメン付き合ってやるよっていうのがマーケットインです。わかりやすいです。簡単に言えばね。簡単に言えば。それをビジネスでやったらどうなるやねんってなると、そんなに簡単ではない。そ 確かに。んなに簡単なことではないよ。だし、ちょっとまた違う話に逸れてしまうとですね、よく夫婦が言ってる、弁証法というのがありまして。弁償法、はい。っていうのは、カレーが食いたい、N ザーと、ラーメンが食いたい、夫婦がぶつかって、結局どうなるかってことです。なるほど。間を取ってカレーラーメンみたいな。これをまあ簡単に言う、まあ違うだろうっていう人もいるかもしれない。これは簡単にアウフヘーベン、弁証法したという、使用したということなんですけどね。なので、別にプロダクトアウト100、マーケットイン100って考える人もないっていうか、その01で考える人がない、白黒で考える人がないっていうか、ゼロ100問題じゃないってことですね。100問題にする必要もないので、まあ、真ん中辺からどっちに寄せていくかっていうのを考えるのも一つの手かなと。だから自分はこういう商品を作りたいと。だけど市場はこっち側に寄ってて、
その自分が作りたいものと売りたいものにギャップがあると、全く真逆だったりすると。なるほど。はい、じゃあ真ん中辺の作ってみようかっていうところから、どっちに寄せていくかっていう。ああ。ことを考えてもいいのかなと思う。うん。でなるとですよ。はい。今回ちょっと N 沢のそのなんか、あのトレーニングプログラムみたいのを、これに当てはめたらどうなるかという。なるほど。もうちょっとやってみようかなって。はい。だもうがっつりもうお客さん誰も来ねえみたいな、俺は最高なんだけど誰も理解しないしやりたくもないっていうのをまずプロダクターの側に書き込んでほしいんですよ。なるほど。で逆に言えばマーケットインの方は、ええ、もう全然やりたくねえんだけどこれやったらもうお客さんがアホのように、地面に落っことしたガリガリ君に寄ってたかるアリのように寄ってくるみたいな。そんな寄ってくるんですか。なものは何かっていうのを書くわけですよ。なるほど。で、それで、うん、それを見比べて、うーんってなるわけですよ。で、まあ、間取ったらこんなもんができるからっていうのが、さっきの弁証法のアウフヘーベンなんで、小池。っていう、このね、だプロダクトアウトがいい悪いとか、マーケットインがいい悪いとかじゃないんですよ。うん。プロダクトアウトとマーケットインを考えながら、弁証法してアウフヘーベンした商品が、これなかなかのイノベーションかもしれませんよねっていう。なるほど。これが経営塾譜の考えるね。ええ。プロダクトアウトとマーケットインの使い方だから。なるほどですね。ちょっとやってみて。自分中心か。そうね。となると、超おなるんですよ。ええ。もう誰も分かんなくていい。もうで俺は最高だから。ええ。その業界でね。え、でも、なんだろうな。まあ、用語で言うと、うん、なんかこう、ストリートワークアウトみたいな。トレーニングをするんですよ。で、ええ、そのストリートワークアウトは世の中やってる人は誰もいないんですか？誰もいなくはないです。まだいるよね。ええ。それが、ほぼ N 座一人みたいになってるんです。ストリートワークアウトの中でも、これも、ええ。ってなった時に、例えば今500人いるとするんじゃないですか。ええ。どんどん脱落させていくんですよ。ああ、それ結構ですみたいな。はいはいはい、私ストリートワークアウトって聞けば好きなんですけど、ええ、あそれは嫌だわみたいな、あそれはあんま興味ないんでもういいっす、ええ、な感じでどんどん脱落させてほしいです。あでもこれに付け加えていいんですか。例えば今自分がやってるその新旧だったりとか。あでもねちょっとそれはねあんまなんだよね。それはせこいんですか。せこいっていうかちょっと分かりづらくなっちゃうっていうか。あ分かりづらくなる。でもなんかその針を刺しながらストリートワークアウトしたいみたいな OK。 あーなるほど。ストリートワークアウトもして針もやってますはちょっと離れちゃうんで。なるほど。ちょっと分かりづらい。なるほどなるほど。ってなるとあのねエロビデオとかのカテゴリーとかと同じなんですよ。熟女ものみたいになるとするんじゃないですか。ええ、熟女ものが好きな人は1000人集まってくるんですよ。ええ、でも私デブの熟女戦なんですよねってなったら、うん、その1000人が200人ぐらいに減ってくんですよ。うん、あ熟女すぎるとデブダメなんだよみたいな。ええ、で私デブの熟女戦なんですけど、ええ、腹が三段腹の熟女戦なんですよねってなったら、ええ、あデブ好きだけど腹の三段腹とかあんま興味ないんでってなるとどんどん50人とか下がってくる。あこういう感じに狭めてほしい。あなるほど。ってなるとこれ人たちってよくあの鉄棒とかなんかこうそういったものを使ってトレーニングしてるんですけど、うん、僕のイメージはあの体を動かすことって一直線上の動きじゃないんですよ。なので鉄棒って一直線じゃないですか、うん、棒使うんで、うん、棒だけに棒だけに。なので、なんていうんですかね、アスレティック、
ストリートワークアウトでバーンアウトみたいな。あ、じゃあいいじゃん。ちょっとそれに書いてみて。それを矢印つけて、今のストリートワークアウトからさらに狭まった、それを書いて、今のが熟女の中でもデブの熟女が好きみたいのに狭まったわけです。これ一日僕このトレーニングしてろって言われたらすげえやりたいです。ああ、なるほど。でもそれ一人ですか？今何人ぐらい言ってます？それ言って、え、いいですねっていう人何人いると思います？何人いるんですかね。アホなんじゃないですか、その方が多そうですけどね。え、じゃあもう一人しかいないんですか？やってる、なんだろう、個人的になんかちまちまやってる人はいると思いますけど、こう商品出してる人多分いないと思いますよ。あ、もういないと。多分 YouTube で見ても大体ストリートワークアウト系のトレーニングって、うん、なんかちょっとしたこういう、なんていうんですかね、地面についてて、あのプッシュアップバーってこう腕立て伏せやるときはバーがあるんですけど、それがなんか大きくなったものを使ってなんかくるくる回ったりはしますけど、そういうのじゃないんですよ。そういうなんかこう安定した、もう安定してるじゃないですか、そもそも。なんとなくわかります？なんとなくわかる。じゃなくて、まあ、自然だったり、その置いてるものが円形じゃなかったりとか、いろんな形でやっていきながら体の鍛えていくみたいな。スパルタでやってるちょっと思ったんですけど。なるほど。そういうのないなと思って。なければもう完全にそれはプロダクト。そう思います。まだあの完全に離脱してないんで、なんかあの、まあ、もう一個ぐらいねえぐくするともうそれはじゃあもうかなりのプロダクト。ああ、なるほど。で、まあそれが今度売れるか売れないか別なんですよ。ええ、なるので今度業界で、うん、同じ業界でこういうのを売れば、うん、もうさっきのアホなミーハーの女たちがいっぱいいるところにジャニーズのアイドルが一人行ったらキャーみたいに集まってくるようなものは何でしょう？あ、こっちですか。そこのマーケットイン側を考えてみる。まあ成功してるところですよね。まあもうすげえアホのように、まあそういうああいうライザップとか以前のライザップはそうだった。だ今のライザップみたいな。今の一番人気みたいな。今の一番人気ですよね。需要が一番あるってことです。例えば昨日ちょっとエンタの神様のことを考えたんですけど、ギター侍って知ってます？ああ、知ってますよ。売れてた時はキャーみたいになってたわけですよ。今ギター侍街歩いててもあの気づかれないですよ。みたいな。だから、まあ、現在のその需要一番ですよ。ああ。現在の需要一番。どこなんだろうな。だ例えば以前なんだっけ、あの加圧トレーニングみたいなのが流行った時あったっ、でその時にこの最新型の加圧トレーニングみたいなとみんなキャーみたいになる。ああ、確かに。だ今の一番の売れ線ニーズは何なんですか。なんかパーソナルトレーニングかける美容みたいなイメージですね。ああ、なるほど。じゃあ、まあそれイメージでちょっと書いてみる。まあこれはね、リサーチすれば大体出てくるものなんで。でも一番ってどうやってリサーチするんですか？一番っていうか、なんか売れてそうなもんでいいんですよ、一番じゃなくて。ああ。トップクラス。トップクラス。例えばその N ザーが言ってるストリートワークアウトがトップクラスかどうかを調べる。まあ全然トップクラスではないです、うん、ってなったらそのまあこれは流行りじゃねみたいなのが分かってたらそれでいいっていう。マーケットインなんちゅうの流行を、あの結局その流行を作るわけじゃないので、どっちかっていうとニッチ戦略っちゅう、うん、あのマニアックな、だからさっきの
あのよくクフフがやってる分かってんじゃんお前のあれですけど、そのデブの三段腹の熟女のも三段腹の三つの段の腹んだけど真ん中のところのぶより方なんだよねって時に、おいちょっとお前羊こっち来いと、ちょっとこっち来いって、ちょっとあっちがもうすげえ真顔で呼んでくるんですよ、これぶん殴られんのかなと思って近づいてったら、分かってんじゃんお前みたいになるわけですよ。お前そこ分かっちゃうのみたいな、分かりますね。そのそこなんだよ。まあ確かに。それだけニッチなところを攻めるってことですね。その細かいところ、あそこ、あそこ分かっちゃうやつはモノホンだなみたいな。なんかストリートワークアウトとか言ってりゃいいと思ってんじゃねえぞみたいな思われちゃダメなんですよ。ああ、なるほど、ね。それの中でも俺はここを極めてとかこだわってると。ええ。別にそのやるやつはやるやつでいいんだけど、別に俺は興味はないと。ええ。こういう、例えば不安定のこういう中、やれるかどうかなんだ、みたいな。うん。うん、なるほど。なんかこいつ、やるかもしれないなと思ってるわけですよ。え。この不安定の中でも、わかります?みたいになって。え。この、さらにこの不安定の中のこの、不安定のこの不安定なんですよ、みたいな。だからあれですよ、あの、トンネルズの細かすぎて伝わりにくいモノマネ選手権みたいなのあったじゃん。あー。あれが伝わりにくければ伝わりにくいほどよくて、分かってる人だけに、はあ、それそこやっちゃうみたいな。そうですね、響きますもんね。そこついてくるかやるなみたいな、その細かすぎるところをつけるやつはマニアックオブマニアックだってこと。ああ、マニアックオブマニアック、マニアックオブマニアックだ、これを極めていくことと、うん、一応は市場も考えないと、まあ、マーケットなんで、自分の趣味はそれでいいんですよ。はいはいはい。いや、それでいいんですけど、あの、うん、そのマーケティングっていうのは、はい、それやりすぎてもちょっと、あの、ポツンとしちゃうんで。要は調べて、で、ここから弁証法なんですよ。うん。間、さっきのカレー食いたい、ラーメン食いたい、間を取ってカレーラーメンみたいな。だ今回の、はい、その、エルザーにやりたい、それと、市場のトップクラスの流行り。足して2で割ったら何になりましょうって考えてみよう。これはやりたいやりたくない関係ない。ただ足して2で割るだけ。アスレチック的なパーソナルトレーニングをやって美容を入れるっていう。全部足しました。いや、これあの、はい、全部足せる、かけ算は良くないんですよね。足して2で割るんですよ。あ、そう、足して2で割る。カレーラーメンって、カレーでもないし、ラーメンでも、まあ、どっちかというとちょっとラーメンに寄っちゃってるけど。確かに、確かに。あ、そういうことっすね。そっか、2で割るんですね。でもまあ、自然の中でやる、パーソナル美容トレーニングみたいな。まあ、これはある種足して2で割ってるかも。確かに。だ正解なんていっぱいあるわけですよ。足して2で割ってるから。じゃあ、ハルク・ホーガンとスター・ハンスを足して2で割ったような長寿は誰なんですか。テリーマンです。もういつもテリーマンですよ、ね。ネプチューマンですか。なんて言えばいいと思ってますよ。っていうことを考えて、もう一回ちょっと N 沢にその、それとそれを足して2で割って、 N 沢的な足して2で割ったアイデア。まあでもそんなもんか。そうですね、完全自重トレーニングと病みたいな。なると、その、まあ、商品開発するのもいいんですけど、うん、やっぱり発信していくのは、プロダクトアウトなんですよ。え？発信はプロ、
プロダクトアウトでいいんですか？プロダクトアウトで発信しないとダメなんですよ。だってそっち側に興味がある人が興味のないパーソナルトレーニングと美容を発信したところで、世の中にはですよ、N田さんいいですか、はい、そのマーケットインそのものがプロダクトアウトの人がいるんですよ。ああはいはいはい。これを言葉だで何というか分かります？ことわざ？ことわざで例えたら、マーケットインがプロダクトアウト。そう、マーケットインがプロダクトアウトの人がいるという。これをね、石の上に3年、そう、ものの上手なあれというんですよ。お、何が言いたいかっていうと、好きなやつには勝てないんですよ。なるほど。分かります。だから売れるからっつってパーソナルトレーニングと美容をやってるやつには勝てるかもしれないですけど、ええ、パーソナルトレーニングと美容そのものが好きなやつっていうのがいるんですよ。それがただ時代と噛み合っちゃった場合はもうそいつの天下なわけじゃないですか。なるほどですね。だからそれなのにそのマーケットインを N 沢が語ったところでどうせ勝てないんで、ええ、そんなのやっちゃダメってことです。なるほど。であるならば自分のプロダクトアウトをどれだけ気持ち悪く出せるかなんですよ。なるほど。それがあのブログの書き方によって一人一冊につながるんです、ね、美容とマーケット、美容とパーソナルトレーニングと書いても一人一冊できないですから、N沢には。なんでかというと好きじゃないから。うん。だけどその気持ち悪いことを書けたんであるならば、さっきの分かってんじゃお前が出るんです。なるほど。その商品のそのマーケティングの作り方はまたちょっと別なんですよ。発信と商品作りはちょっと違うんで。あ、コンテンツを作るのと発信かっこブランディングなんですよ。はいはいはい。で商品のブランディングってあるんですけど、ええ、商品ブランディングしてもね、さっきのギター侍みたいになるんですよ。一発ってことですか？一発で終わる。そう、一発屋と一発屋じゃない人の違いってそこなんですよ。うん。これはね、ちょっとまた詳しく話したいと思うんですけど、はい。今ちょっと、まあそういうことなんです。人をブランディングするか、商品をブランディングするかで同じ時間と労力かけても、効果が違うっていう。で、人のブランディングは時間がかかるんですよ。だけど、火がついちゃえば炭に火がつくのと同じでじわじわ来るわけです。プロダクトアウトの方ということですよね。プロダクトアウトの方。で、マーケットイン側でブランディングしちゃうと、当たった時はすげえ当たるんですけど、流行りが終わったら、新聞紙を燃やしたかのごとく、もう火は消える。面白い。一瞬ブワって火はつくんですけど、時間はもうそれで、一瞬で終わると。だから次を考えてこないとダメってことですね。そっちのやり方はね。うん。だけど、人のブランディングだったらもうずっとガンガンやればやるほどさっきみたいになれば、これはね、クフクフの純金の話というのがあるんですよ。もうその人っていうことですもんね。純金っていうのはね、ええ、純度が 99.9% みたいになってるんですよ。はい。あれもさらに、より金にするには 99.999 って9をね、どれだけ足していけるかっていう。うん。これのプロダクトアウトをした方がいいってことです。磨き続けろってことですか？常に磨き続けて純度が上がってたものは魅力として輝いているので。なるほど。もうそれだけで興味を湧くんです、みんな。うん。なんか流行りとかしたりじゃないんですよ。ね。あのこだわりの男 N 沢がここまでやってる、なんか不安定の中のこの不安定みたいなのわけわかんないようにやってるから、より不安定が見たくなるわけですよ。なるほどですね。で、今度はだんだん憧れっていうのが出てくるから、輝いてくると。まあ確かにありますよね。あんなに輝いてる人みたいにこだわってみたいみたいな。それが私の舞台ですね。舞台？ええ。どういうこと？なんか前のミーティングの時ぐらいに
自分が輝ける舞台みたいな。ああ、そう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 。だからそれあの島田紳助理論って言うんですけど、それを作っていけば輝いていくから、勝手に憧れる人たちがいて、ラッパーとかのああいうフリースタイル男女の舞台もそうなんですけど、ああなってみたいなと思うわけですよ。はい。ああなってみたい人は商品買うに決まってるでしょ。もうこれだけなんですよ。ただ、そんなことばっかやってるとお金が続かなかったりするから、そうですね。マーケット品のことを考えながら、これはバランスよくやらないといけなくて、で、今度は、ミイラ取りがミイラになるじゃないんですけど、すげえ曲にこだわってたミュージシャンがいるとするんじゃないですか。だけど、それじゃ売れねえよと、今の時代。うん。今流行りこうだからっつって、じゃあ流行りに寄せるかっつったら売れたわけですよ。いつの間にか自分の音楽なくなっちゃってただの流行りの曲作ってる人だったみたいな、うん、こんなケースいっぱいあるんですよ、うんうん、これがね難しいんですよ。わかります？あ、わかります。あの、じゃあこのマーケティング側をあれですよね、例えばホームページだったりメディアみたいなのすればいいってことですか？あ、うん、そうだね。あの、だってこっちばかりだったら死んじゃいますもんね。まあ当たりはいいけどですけど、時間が死ななきゃいい、いいんだけど、ええ、あまりにも死にそうになっちゃった場合やばいので、ええ、そうですね。だから工夫工夫のおすすめとしてはですよ、ええ、やっぱメディアは2つ作った方がいいよねと。あー、マーケットイン側とプロダクトアウト側の。なるほど。結局人間も生きてて、うん、顔っていっぱいあるじゃないですか。知らない人と会ってる時の顔と、うん、実家で親兄弟と会ってる時の顔だったり、その親友たちとの顔だったりとか、うん、だからその一個の顔でみんなやりがちなんですよ、ビジネスって。うん、だから両方作れるんですよ、プロダクトアウト側の顔、うん、マーケットイン側の顔って。ダイバーシティですね。ダイバーシティです、ええ、でなんだっけそのあで、プロダクトアウトの落とし穴もあるんですよ。落とし穴、プロダクト、だってプロダクトアウトとマーケットインって言ったら、なんかビジネス上マーケットインの方が良さそうでしょ。まあそうですね、自己中心的なところ、お客様中心だったらお客様中心の方がいい気がします。あのプロダクトアウトも自己中心ではなく進化してる、今の話で言うと自己進化型っていうかね、はいはい、自己成長型のプロダクトアウトだったらこれはマーケットインより強いんですよ。自己中型っていうのはさっきの99とかになってるとするんじゃないですか、自分が、ええ、それで満足してる豚みたいな結局99ならまだいいですけど、ええ、大体の連中って30ぐらいとかなんですよ。まあ確かにそうですね。99を目指し、99になったらさらに9をもっといっぱいつけられるかみたいな、この自己追求型、このね自己追求型のプロダクトアウトを工夫、うんと経営塾夫は押していきたいという急に選挙みたいになりましたもうね、あの田舎だからこそできるけど、今前にいる車のにいるあの漁師の人にちょっと睨まれてる今ちょっと今叫びすぎてちょっと睨まれて苦笑いされて大丈夫です。すごい怖い。元気だなと思われてるだけなんで、まあ、田舎の空気を吸いすぎて元気になっている工夫という噂ももちろんあります。まあそういうことなんですよ。まあ今回はちょっとこんな感じ、ちょっとねあんまりあのお腹いっぱいにさすすぎてもあれなので、なるほど。経営塾夫の考えるプロダクトアウトは巷の自己中型ではなく、うん、自己進化自己成長、つまり自己追求型のプロダクトアウトをぜひ皆さんよろしくお願いします、ね、ええ、あれで、じゃあちょっと質問していいですか？あ、これから質問タイム始まるか。あ、これから次回じゃなくて、次回じゃなくていいんですね。次回この質問に対してやるみたいな感じですか？いや、もう今聞きたい人はね、これ。あ、なるほど。今聞きたい人は僕しかいないですけど。どうぞ、どうぞ。
プロダクトアウトのマーケットにのバランスが大事って言ったじゃないですか。ああ、普段のやつね。普段のそうそうそう。そのバランスの、その、バランス大事なの分かるんですけど、どういうふうにやればいいかっていう。どういうふうにやるかは、この前もお伝えした通りなんですよ。ナンパみたいな話で、結局はですね、ここからまた使えない言葉を使いがちの工夫になっちゃいそうでやばいので気をつけますけど、はい、ギリギリよだれを垂らさせるみたいな。よだれじゅるじゅるに。いや、どうなのか分かんないですけど。あの、相手は結局興味持たない限りは話を聞かないっていうのをやりましたね、この前。まあ、興味持たせるためには認知させるってことですよね。認知させて、だからどっちでも攻めれるんです。プロダクトアウト側からもマーケティング側からも攻めれて。なるほど。テクニックがない人はマーケットインでしかできないんですよ。例えば、うん、今よくアホな人たちが、よく全集中でとか言っちゃってんじゃないですか。大して見てもねえくせに。ああ、まあ、だいぶ使ってますね。あれマーケットインなんですよ。ああ、世の中がそういう流れだから。あれ5年後全集中でとか言ったってもサブってなりますよ。逆に5年後全集中って使いたがりは工夫なんですけど。乗っかり商法ってことですか？乗っかり商法なんだ。松本さんが言ってたんですけど、みたいなのがあったんですよ、前。うん、あの芸人たちの話で、これ松本人志さんが言ってたんですけどっていうと、もうみんな聞くしかないみたいな。じゃあ今、映画とか、まあ、ゲームとかもそうなんですけど、リメイクとか、スピンオフとか多いですよね。そういうのもそうなんですか？これはね、まあ確かにあるんですけど、それはちょっとね、工夫工夫の大好き商法なんで。20年後の私みたいな。20年後とかもそうだし、やっぱ前流行って一回廃れたものを改めて出すっていうのを。掘り起こすみたいな。ちょっとね、これは、芸術なんだよ。でも、かたや、なんか2、30年続いてるアニメ、ポケモンみたいなのもあるじゃないですか。うん。何なんですかね。あれはね、はい、いいとこついてきましたね。まあ結局長く続いてるものの法則っていうのはですね、ディズニーランドみたいな、ディズニーランドみたいな、ね、まあ大体はヒントありますよね。いや、何だと思います。じゃ続いてのものを言ってみてください。ディズニーランド、ポケモン、あとは。あとは、だって、後楽園じゃないわ。豊島園も潰れましたもんね。長く続いてるもの。で、特にそういうアニメとかゲームで考えると、まあ、サザエさん。ドラえもん。ピマルコちゃん。ピマルコちゃんとか。まあ。世代関係なく楽しめるみたいな。世代関係なく楽しめて、大体子供が好きなものなんですよ。ああ、まあ確かに。子供が好きだったら、大人になってもなんか、ああ、これ見てたみたいになりますもんね。そうそう、そういうことなんですよ。なるほど。だから、結局、その子供に愛されるものっていうのはね。じゃあ、私も目指します。そう、一つのテーマなんで、そうそう。だから、子供に愛される、そういう、なんか、であと家族でできるとかね。なるほど。はいはいはい。そういうのはヒントといえばヒントかもしれません。であとそのなんつうんだろう、正論っぽいものもあるんですよ。正論。例えばこのビジネスの、あ、まあビジネスもまあいいか。例えばバレーボールのプログラムを工夫工夫が売りたいとするとするんじゃないですか。これはダメなんですよ。うん。今、正論っていう話で言うとね。はい。バレーボールじゃなくてもいいんで。だけど、人間動物だから運動しないと不健康になりますよねっていうのはこれ反論できないんですよ。いや、別にいいんでとか言ってるやつもアホじゃないですか。そういう意味ですね、正論で攻めるって。だからその正論みたいのも結構
なるほど。あるんですよ。あんま正論ばっかり言いすぎるとあれですよ、人って。でもやっぱたまにとかちょっとぐらい入れるのは、やっぱ相手も打ってこう逃げれなくなるんで。うん、そりゃそうだよね、みたいな。あ、それでちょっと若干話がだいぶずれる可能性あるんですけど、さっき思ったんですよ。あの、今年の総括やりましょうみたいな話したじゃないですか。あれ？あ、しましたよ。で、まあ、コロナだったじゃないですか。うん、で人がいっぱい亡くなっちゃったじゃないですか。うん、そもそもこの地球の中で、その人間、その全人口って、何パーセントになれば、あの温暖化、人間が吐く CO2 で温暖化にならないのか、まあ、あの吐くので CO2 で温暖化になってるわけじゃないと思うんですけど、人口爆発が起こって、人間が多すぎるってことですよね。じゃどうこれはね、これはなかなかエルザやばい話をしてきてるから、これはちょっと次のコンテンツでやりたいと思います。なんかどのくらいなのかなって、ずっと疑問に思って、誰かコントロールしてるんですかね、これ。これはちょっと工夫すぎ都市伝説の方でやりたいんで、あの経営塾風の方でちょっと、あ、違います、あ、間違えました。いや、まあちょっといいんだけど、この話ちょっとあの、この話ちょっと次あのわかりました、工夫すぎ都市伝説の方でやるから。じゃあとりあえずはマーケットインとプロダクトアウトをね、ちょっと考えながら皆さんもちょっといろいろやってみてください。で、また質問や疑問とか、今ね、そういうロングランの秘密がどうとか、それはね、改めたまたテーマでちょっとやってみようかな。ええ。じゃあ、次回、なんかあります？最後に1個いいですか？はい、どうぞ。いや、最近、パーソナルトレーニングジムの、まあ、その、市場調査で、いろいろホームページを見まくってるんですけど、あ、いいね。大体、ワードがもう偏るんですよ。ああ。で、まあ、まずそのホームページの見た目がビジュアル先行か、その何て言うんですか、キラーワードっていうかパンチラインで攻めるみたいな。パンチラインで、まあラッパーもね、4つの種類があるからね。で、あとはその一時期流行ったいわゆる R 社みたいな、あの何々にコミットをちょっとパクるみたいな、なんか体系にコミットみたいなのにしたりとか、ちょっとなんとかにコミットみたいなのにするパターンだったり、あと最近多いのが通い放題です。通い放題ね。でサブスクみたいな、で価格安めっていうのとか、まあ、あと全額返金保証、まあ、あときつい糖質制限なし、あとはなんか当店はナンバーワン、こういうことがナンバーワンっていうのがまあ3つ書いてあったりとか、あなたに合ったトレーナー多数いますとか、あとそれは N さんね、ちょっと次のテーマでやってみたいと思うから。わかりました。いや、ちょっと1回これはこれで。わかりました。プロダクト工夫式プロダクトアウトとマーケットインでした。じゃ次はね、今 N さんの質問のブランディングのところちょっとやるんで、ええ、あ、ブランディングなんですね。じゃあ、ちょっと今回はこれで。はい。ありがとう。嘘です。